あの就活するときにさ、うん、学歴フィルターってあるじゃん、うん、あれってめっちゃ優秀なフィルターだと思うよ、うん、学歴高いやつってさ、社畜適性に比例してね、うんうんうん、なんかその先生の言うことをさ、ね、何も考えずに聞けるとか、多分義務教育しっかり受けてきたっていう認識もなるだろうし、頑張れると。だからその知能指数と比例するかって言ったら多分かなりばらつきあるんだけど、うん、その社畜適性っていう言ったらめっちゃ比例してると思うね、うん、言う通りに動くやつ、うん、現に俺は卒業できなかったわけだし、うん、適性がないから、うん、そういうフィルターはね確かにあるけど、結構企業側のその人事のその責任取れないっていうあっち側の事情も大きいの。あ、そうだね。そう、学歴フィルター超下げて取ったやつが、うん、こいつは優秀なんで取ったやつがすぐ辞めるとか、うんうん、そうするとさ、総計だったらまあしょうがないってなるかもしれないけど、うん、人事のそのギャンブルでそれを取ってもう辞めたろみたいな、うん、でも前のせいみたいになるのが怖いから、うん、とりあえず置きに行く、総計取るみたいなのはすごいあるって、あの人事部長の人事部長の僕のお父さんが言ってました。あ、そう。まあ大企業ならなおさらだよ、うん。